ね、鍋とかにもいいと思うんですけど、ちょっとね、結構今日の鍋辛いんですけどね、もうちょっと辛くしてみようかなと思うんで、ちょっとね、これを入れたいと思います。ベニテングっていうですね、高橋市、岡山県の高橋市の、お土産なんですけど、これをね入れたいと思います。中にね、柚子胡椒、柚子辛柚子酢っていうですかね、唐辛子とお酢とあと柚子の香りがすごくして、なんかね、辛いんですよ、むちゃくちゃ辛いんですけど、なんか爽やかな感じで美味しいんですよね。これをねちょっと入れたいと思います。なんかパッケージも結構なんていうかな、可愛いですよね。結構いいなと思ってるんですけど、もしなんか岡山に来ることがあったら買ってみてください。もう美味しいですよ。あ、辛いと言う、あずい。僕もこのまま普通にテントを購入して、まあ焚き火台とかで焚き火を楽しんでっていう感じのキャンプをするんだとずっと思ってたんですよね。だから群幕に興味があったというよりは、僕がすごい興味があったのはどちらかというとね、白熊のノルディスク、あっちの方の白いコットンのテントにすごく興味があって、でそのテントを買いたいなと思っても、なんかなんか、まあ、ソロ用とかもありますけどね、なかなか一人用で、一人用というか小さいテントってないですよね。なんか一人用とか二人用であっても、なんか色がちょっと白はなかったのかな、あるのかもしれないんですけど、まあ、黒とかなんか変わった色が多くて、僕なるべくコットンの白いやつが欲しかったんで、ないかなと思ってたんですけどね、まあ、ないんだなと思って、で、まあ、コットンかって思って、で焚き火が好きじゃないですか、で、まあ、一人でソロで焚き火楽しんで、まあ、焚き火で調理して、でその幕でどういうのがいいんだろうと思ったら、やっぱ群幕に興味がそっから行ったんですよね。でも群幕の色がちょっとね、オリーブグリーンっていうんですかね、OD 色っていうか、あの色がどうも僕は好きじゃなかったんですよね。なんか自分の雰囲気とはちょっとなんか合わないような気がしたっていうか、なんか俺男って感じの人が似合うんだと思うんですけど、なんか俺どちらかというとなんかそんな男男してないんで、なんかそういう人でもなんか似合うんだったら、やっぱり似合うっていうか、まあそういう人でもなんか気楽にやれるんじゃないかなと思って、それでまあ きなりのねコットンで自分で作ってから、なんか方向性が一気にガラリと180度ぐらい変わった気がしますね。そろそろね、ヒールが終わったんでね、あったかい湯割りを飲んでいこうかなと思います。わお、焼酎久しぶりかもしんないな、ほんと1年ぶりぐらいかも。もうずっとワインだったんでね、じゃあまずね、一個もんを入れていこうか。焼酎だ、いいね。結構ね、芋の方が好きなんですよ、僕は。さあ飲みますか。あーもうね、甘いなんか焼き芋みたいな香りするな、ちょっと甘い。あ、スイートポテトの匂いちょっと似てる、なんか。いただきます。甘い香り、ああいいな、ああたまるな、美味しい、いいですね。
やっぱり冬は鍋と焼酎言われですね、最強。なんかね、横山三等兵さんも言ってたけど、やっぱりね、焼酎最強説、キャンプで飲む最強のお酒じゃないかって言ってて、言ってることよくわかりますね。だって焼酎の飲み方のバリエーションが結構豊富ですからね。水割り、ロック、湯割り、なかなかそうはできないですからね。だいたいロックか水割りが多いですからね。でまあ和食だったら間違いなく焼酎合いますから、やっぱいいですね。ワインはね、ホットワイン飲み方ありますけどね、あれは、まあ、寝る前に飲んだりするような感じだから、まあ、どちらかというとやっぱ冷たいのを飲むって感じなんでね、やっぱキャンプ、冬のキャンプではね、ちょっと冷たい飲み物は体結構冷やしちゃいますんでね、できれば熱燗とかね、こういう湯割りで体温めたりしたいですね。まあ暖房器具僕は持っていかないんで、大体こういう飲み物をあったかいものに飲んでいくっていうのがね、僕の性にも結構合ってんじゃないかなって感じはします。でも YouTube でこうやってキャンプをね、動画を上げるようになって、面白い余波がね結構広がってますね。まあ、何を隠そう、僕もですね、その YouTube で、まあ、キャンプの動画を見てからこうやって、まあ、キャンプを始めるようになったんですよね。僕がキャンプを始めようと思ったきっかけはですね、まあ、あのキャンプラボラトリーさん の、まあ、あのお二人で行ってるキャンプ動画、まあ、あれを見てからですね、もうすごい惹かれまして、あの動画で、ああ久しぶりにキャンプやりたいなと思ってたんですよね。まあお二人であれはやられてた時の動画を見てたんで、まあ、一人でもできるのかなと思ってね、なかなかできるのかなと思ってたんですけど、まあやってみるとね、一人も結構楽しめるんで、まあね、いいですよね。でまあ僕じゃないですけど、まあね、他のこの前いたタカさんの動画を見てキャンプ、ソロキャンプ始めましたっていう方もいらっしゃいましたしね。なんかね、僕の動画を見ても見てキャンプ始めましたっていう人が現れたら、なんか嬉しいですね。すごく素敵な趣味だと思うんですよね、アウトドアって。非日常じゃないですか、こんな焚き火を家ではできませんからね、なかなか。地方とか田舎の方に行けば庭でもできるのかもしれないんですけどね、やっぱ住宅街とかに住んでますと火は完全に使えないですからね、庭でも、煙とかで迷惑になっちゃうんで。でもなんか、ガスとかね、ガスとかで調理してるとか、何なんですかね、どこかの天然ガスを日本に持ってきて、それを僕らが燃料として料理をする。山や公園に行けば木々は拾えるのに、それでご飯炊いたりとか、なんか普通なことのような気がするんですけどね。便利って何なんでしょうね。今 YouTube でライブをしておりました。いやー、見てくださってありがとうございますね、本当に。いやー、本当面白いですね。ソロキャンプなのに急にグルキャンみたいな、そんな感じの雰囲気も楽しめるっていう感じがいいですね。ほんとなんか21世紀だなと思ったりします。なかなかもっとね、たくさんの人に見てもらえるような面白い動画に
しなきゃいけませんね、私も。そろそろこの辺にお開きにしたいと思います。今は11時ぐらいかな。いやね、星が綺麗ですよ。ますます静かになりましてね、風も若干吹いてるっていう感じでね、静かな夜です。本当に癒されました。じゃあまた明日お会いしましょう。では皆さん、おやすみなさい。おはようございます。今7時25分ですね。いやー、お仕事ちょっとね、足がちょっとやっぱ冷えましたね。でも結構快適に、それまでゆっくりぐっすりね眠れたんでよかったです。もうね、もうタープしっかり前を開けて寝てましたんでね、星をちょっと見たりして楽しみました。いやー、これだからいいっすね、タープ泊。外見ながら寝れるっていうのは気持ちいいです。さて今日もね、起きてしっかり焚き火をしていこうと思いますよ。ワイヤーメッシュいいですね。こう中央がこうたるむように今なってるじゃないですか。でたるんでるんで、こういう長い枝をちょっと置くと下に空間がしっかりできるんですよね。だから空気が入りやすくなるし、余計にで重ねる時もね、しっかり間をうまく開けながらこう入れられることができるんで、結構ね着火しやすいような気がしてます。結構気にいいなと思って、ちょっと今後こういう形で、ね、直火ができないとこはこういう感じでやろうかなとか思ったりしてます。で、まあ、下もね結構置くだけだと熱くなるんで、今なんだろうな、なんかの樹皮をね今下に敷いてやってるんですけどね、これならいいですね。で結構ね、木灰とかもこうやって溜まるんですよね。で結構山菜取るのとか好きなんで、春に木灰とかね欲しいんですよ、アク抜きでね。なんで、まあ、こういうの溜めといてね、アク抜き用に使いたいなと思いますね。なんで今日はね、まあ、ゴミとか雨燃やさずに木だけにして燃やしてます。結構理想的な焚き火なのかもしれない、軽くて、まあペグが重いですけどねペグは重いけど、まあこれ自体は軽いから、まあこれね別に、まあ、何でもいいっちゃ何でもいいんだと思うんですよね。まあ本当に木とか取ってきて刺せるんだったらそこに刺してもいいと思うし、楽しいですね。まあね、本当はできるだけ自然のものを使ってやりたかったんですけど、ちょっと時間がなかったんでね、やっぱ朝早く入らないとなかなか難しいですね。途中ねちょっとお話ししたりとかしてたんで、もうちょっとやっぱ早く入ろうかな。今日はですね、こいつです。じゃん、インド風バターチキンカリー。
3分経ったでね、食べていこうと思います。なんかこれはね、バターオイルなんか入れるみたい。よし、じゃあいただきます。濃いな。なんかちょっと期待の味じゃなかったな。まあ、つけパンしながら食べたりして、うまい。今日もね、お茶を飲んでいこうと思います。でね、今日はですね、ちょっと紅茶ではなくてこれを飲んでいこうと思います。じゃん、インディアンサマーティーっていうですね、これハーブティーのブレンドですね。それを飲んでいこうと思います。あ、紅茶も入ってるな。紅茶にハーブのブレンドが入ってるみたいです。これをね、飲んでいきたいと思いますよ。しばしお待ちを。よし、そろそろいいと思うんでね、飲んでいこうと思います。じゃあ、どんな味なのか楽しみ。よし、じゃあいただきます。よいしょ。あー、レモンの香りがすごい。美味しい。いいですね。爽やかで。なんかこれに、ちょっとね、夏とかだったらこれ冷やして、ちょっとシロップとかガムシロップとか入れてちょっと甘くして飲んでも美味しいかもしれないですね。いい。うん、美味しいわ、これ。いいですね。ハーブティーもいいですね。僕もすごいハーブティーすごい好きで、自分で育ててブレンドさせてるんですよ、いつも。乾燥させてね。もう大好きなブレンドがあるんでね、それを作ってあげたりとかもしててね、結構喜んで飲んでもらえてます。自転車乗る時とかいつもね、そのハーブティー飲んで走ったりしてるんですけどね。なんかテントとかもそうですけど、だから自分の好きなことっていうか、好きで作ってることとかをね、なんか買ってもらうと、そういう風になんか自分のことを認めてもらえてるような感じで嬉しいですね。今あれですね、アニメのゆるキャン効果はすごいですね。やっぱ一人で、やっぱゆるキャン見てキャンプしたくなったっていう人は結構多いみたいですね。僕もちょっと見ましたけどね、女の子、女子高生かな、女子高生が自転車で、まあ、キャンプを、ソロキャンプをすると、まあ、燃料とかガス使ってましたからね、まあ、綺麗に行ってほしかったなっていう希望はありますけどまあ、ああいうアニメってすごい影響力ありますよね。僕らがちっちゃい時ってアニメって本当子供が見るものだっていう意識がやっぱありましたけど、今はね、そんなん関係なくて世代超えてね、なんかみんなで見れるっていう感じしますよね。まあ僕らがそう大人になったからってことなんでしょうね、アニメとか漫画で育ってるから。僕のちっちゃい時なんか漫画とか読んでるとアホになるとかって親父に言われましたからねでうちなんか知んないけど漫画とか買ってくんなかったし、そう、漫画とゲームがなかったですかね、子供時代
まあその分外でなんか走り回って遊んでましたけどそんなわんぱく少年でしたけどね。リフレクターが結構役に立ってくれてますよ今日も。ああサイズ的にちょうどいいですね。このねちょっとリフレクターも今改良始めてまして、新しいのはちょっと作ってるんですよね。まあそれをねちょっと今後また作ってもらおうかなとか思ったりもしてますんでね。まあその時はまた YouTube なりちょっと言わせてもらおうと思いますけど、まあよかったらまた見てやってください。まあ、おかげさまでですねちょっとパップテントの方もですね、まあぼちぼち販売が購入していただくお客様が増えてきてまして、そろそろね販売するんじゃないかなという感じです。でもやっぱすごいですよね、冬でもああいうテントがやっぱ売れるから、やっぱ人気になってますよね今キャンプ。まああのテントでね僕も、まあ、今はずっと自分のテントなんですけどね、試作のやつのあのテントを僕自身が持ってないっていうね欲しいんですけどなんか売りたいというか、なんか使ってもらいたいって気持ちになっちゃうんですよねわかんないけどそうだからねちょっと張り自分のでなんとか欲しいなとなんとかというか自分次第だと思うんだけどなんかね、うん、欲しいって言ってくれる人がいたらなんか そっちに回したくなるんですよね。なんかわかんないけど嬉しくてそしたら自分のとこ来ないんですよね来ないんですよねって自分次第かまあなんかそういう変なとこがあります。まあねちょっと新作のテントもねやりたいし、自分でナイフとかも本当は作りたいし、薪ストーブも作ろうって言ってたのにな、全然できてないな。やりたいことはいっぱいですね。まあ今日はねお土産の薪もね結構たくさん作れて嬉しかったの。いい薪ですよ。何の木かがちょっとわかんないですけどね、身というか身じゃねえな、もうびっちり締まっててね、しっかりいい感じで燃えてくれますね今日も。撤収が終わりました。いや今日もね静かなひとときを楽しませてもらいました。続けていってほしいですね。さて、ね、私はこれから村長とお話ししますので、ね、この辺で早く切り上げていきたいと思います。今回も見てくださってありがとうございました。またどっかのキャンプ場からお届けします。